ここがお城の中だな。いやはや立派であるな。して、この城を治めている姫君のところまで足を運ぶとしようじゃないか。そうだね。でも今のところ、変なことは起きてないわ。気にしすぎたのかしら。ほら見なさい。何も変なものもないし、不安とかショックなこととかないでしょう。あとは城内で異変がないか調べなくちゃ。うむ、霊夢の言う通りだったな。探索する前に、パンジー姫に会って、話をするというのはどうだろう。初対面だし、挨拶しなくちゃね。それにお花好きの私からすれば、その好きを共感できるかもしれないわ。今、起きている噂の真実を明かすにはくまなく探す必要がありますね。マリサ、あちらの大広間に行くのではないでしょうか。うお、そうだったのか、ゆかり。しかし広いから迷路みてぇな廊下が特徴だな。まず、入り口からして、わかりづらかったし。まあ、私以外は初めて来るお城だからね。この大広間を抜ければ、玉座のある王室へ行けるよ。上海、何か気になるところがあるのでしょうか。あれは綺麗な肖像画ですよ。ステンドグラスが使われてますね。どこを見ても、セレブが持っていそうなインテリアが目につきますね。そして長々と続くこの廊下も魅力の一つになりますね。あ、あれは、有名な画家さんが描いたという名画ですよ。こんなものまで飾られているんですね。上海は、目の付けどころが一級品ですよ。うんうん、美術館に行けば見られるのですが、こうして王家の懐にも飾っておける。そしてその魅力をこの空間と調和し、また違ったストーリーがそこに生まれてゆくのです。私も上海と、同じ気持ちですよ。こういうものが目に見えてきたら、思わず見とれてしまいます。上海、もっと見ていきませんか。って、そんなことを話していたら、小石さんたちが先へ先へ進んでいってしまいましたね。私たちも移動しましょうか。お気に召しまして、嬉しい限りです。そちらの作品を展示することで、訪れたお客様に満足してもらえると思いました。ぜひ、いろいろと見ていってくださいませ。もしかして、城内に来るのは初めてでしょうか。でしたら、私が案内いたしますよ。ドレスを着ていますね。もしかしてこの子が王女様でしょうか。とてもいい絵を飾られていて、美術館みたいです。思わず見とれてしまいました。あなたがパンジー姫ですね。私はアリス、マーガトロイドです。そう言っていただけて嬉しいです。アリス様なのですね。では城内を一緒に回りましょう。とても丁寧ですね。噂とは一体何だったのかってなるくらい、この空間は落ち着いていますし、何より、何もないのに、開放的な感じがして、居心地の良さを作ってくれています。パンジー姫、一つだけ質問していいでしょうか。こちらに飾られている絵画、初めて見るのですが、描いた作者はわかりますか？それは私のお父様が描いたものです。お父様はデザイナーをやっていて、アート作品も手掛けていますの。城内にはお父様の作品が展示されております。そうだったのですね。お父様が描いたなんてすごいじゃないでしょうか。独創的で、何とも言えないこの色の使い方も、意味がありげですよ。ありがとうございます。お父様にも伝えておきますね。アリス様はこうした絵画を鑑賞されることがお好きなのですね。ティータイムと合わせて、鑑賞するととても心地よく鑑賞できますの。はい、城内のあちこちに飾られている絵画に目を奪われているんですよ。とてもこだわりを感じ、コンセプトに沿っているというか。ですが少し変わった作り方をしていますね。お気づきになりましたか。城内にはいろいろなフロアがありまして、その一角として、ホテルとして利用できるんです。ホテル利用もできるなんて、スペックが高いですね。アリス、いつまでそこにいるの？みんな待ってるわよ。って、そこにいるのは、あなたがパンジー姫かしら。私、風見優香です。アリス様のご友人様なのですね。よろしくお願いします。では、中央フロアへ移動しましょうか。この場所が美術館でもおかしくないです。私も見習って、自宅をもっと改装しなくては。わーお、とてもリッチで豪華なランチメニューだね。普通にフレンチみたいだわ。しかも時間制限に。
どれも霊夢さんの下に合いそうだわ。それでいて、市販では買えそうもない具材という具材がこれでもかというくらい、使われているのがいいのよね。見ているだけでよだれも垂れてきそうだわ。早くありつきたい。でもパンジー姫一人で作るにしては上出来なクオリティだよ。専属シェフを雇っている感じではないが、料理の腕がいいのだろう。にしてはホテルのレストランのように、高級感あふれる洗練されたデザインは目が眩しいくらいだ。こうしてここで食事させてもらえるだけでもありがたいし、ますます噂を確かめて、平和を取り戻すしかあるまい。飯食ったら、直ちに実行しなとならないな。めっちゃやる気満々じゃんか。まあ、わからなくもないけどね。上海、見てください。このレストランにも絵画が飾られています。それも食に関するものですね。何世紀前のものまであり、どれも市場に出回ってない作品ばかり。ウェン、デルガーの、さもなき夜、と、月夜の月光。そしてその下には、愛しき恋人の選択、や、食われぬチャーハン、もありますよ。すごいです。マイナー作品まであるだなんて。アリス様、お料理を運びました。もしかして絵画をご覧になっていましたでしょうか。あ、はい。ついに取れてしまいました。ありがとうございます。どうぞご覧くださいな。デルガー様は過去にお城に来場されたことがあり、こちらに絵を展示してくださったんです。ぜひ、いい作品がありましたら私にも教えてくださいね。アリス様。ウェン、デルガーの作品はどれもいいし、数ある絵画の中でもひときわ異彩を放つことで有名なんですよね。特に中央に飾られている少女とパラダイス。この作品は夢を見る少女がありきたりな日常から逃げるために、少女の空想の中に作られた遊園地のような場所で遊ぶという絵ですね。表現力ができすぎと言いますか、見ている人たちに色々な考えを持っていただけるような気がしますね。もしも私も、同じく天才画家だったら、同じコンセプトで人々を楽しませる絵を、描いてたかもしれません。パンジー姫はデルガーの魅力すらも知っていて、飾ってあるのですね。へ。なんだ。今の怪物みてぇな方向は？すっごく揺れたわね。それも尋常じゃない感じに。もしや、噂されている不穏な出来事が起きようとしている前触れかしら。怪物だなんて、怖いです。パンジー姫を守らなくてはなりませんよ。皆様落ち着いてくださいませ。ここは責任を持って、私が確認してまいります。ダメよ。あなた一人に行かせたら、とんでもないことに巻き込まれるし、そんなの目に見えているわ。行かないでちょうだい。小石様、私は大丈夫ですから。大丈夫じゃないよ。むしろ私たちが確かめるわ。誰か、パンジー姫をここで見守っていてほしい。レズナ、私が守ります。小石さんたちは城内を調べてください。クリスティーナ様。わかったわ。じゃあ、行くわよ。地下に通じているみたいですね。先ほどの怪物の声はこちらでしたのではないでしょうか。間違いないわ。どんな怪物がいるかわからないけど、私たちで退治しなくちゃ。パンジー姫のガードはクリスティーラに任せてある。で、本来の目的はこのティアラの修復だが、そんなどころではないのだ。城内の地下に、何らかの怪物が救っている可能性がある。そいつを懲らしめるのが我々のミッションだ。行くぞ、マリサレンジャー。うおお、マリサレンジャー行くぞー。で、お前らも降りてこんかー。わー、ここは旅館かしら。夕日が見えているわ。むー、また飛ばされたのか、グリルソーセージに。しかし、ここで油を売っている時間はない。さっさと出口を探すぞ。出口ね。マリサ、あの窓際なら出れそうじゃないかしら。逆に襖は硬くて開きそうにないわ。そうだな。じゃあ私はあちらを確認するでよ。霊夢よ、お前はあっちだ。ふふ、あんたとこうして協力するなんて、久しいわね。任せとけって。
こん中で、いとも簡単に破壊の限りを尽くしてやるぜー。て、なんだ。ていうかなんかやけに視線が低いなと思ったら、なんかでかくねえか？もう逃がさないよ、虫けらたち。お前たちは追い詰められているのだ。私にかかればうちでの小槌で小さく変えてやれるのさ。なんだ、お前がやったのか。そのハンマーみたいなので。ああ、小さいからって侮ると大変なことになるよ。さあ、まずはそこの黄色バナナからいたぶってやろう。さあ、おとなしくそこに治るがよろしいぞ。誰がバナナや、ふざけるではないぞ。よくも小さくしたな、お前にはこうしてやる。痛くも痒くもないな。にしちゃパワーも弱すぎるよ。まあいい、ちょうどお腹も空いていたんだよね。炊飯して、一緒に食べてもいいんじゃないかな。ぬぬぬ。こいつね。体が小さくされている以上、なんともできん。あの小槌を奪わない限り、元の体に戻れん。て、あれ。あっちー。熱湯ではないかー。よしよし、ちょうどいい湯加減だろう。さあ、お前は美味しい美味しい具材となるだけだ。飛んで火にいる夏の虫はこうしてやらないとならないよ。私の今夜の夕食に並ぶのだ。あっついて。誰かマリサの悲鳴が聞こえたわ。一体どこに？霊夢よ、来てくれたか。このよくわからん小人に体を小さくされてしまったんだ。今は熱い風呂の中に沈められそうなんだ。っていうか、そこのあなた、その器の中にマリサを入れているわよね。なんてことしているのよ。まだまだいたのか。しぶとい虫けらだな。うちでの小槌で小さくなれー。わぁ、やめなさいよ。しれず。あ、もう、避けちゃダメだよ。いいから、小さくなるんだよ。そのうちでの小槌で私を小さくしようたって無駄よ。神妙丸、あなたには眠ってもらうわ。そらぁ。痛い、痛い。わかった、仲間は返してやるよ。だから、それ以上叩かないで。うちでの小槌。待て待て、それ以上小さくされたら。じゃあ、巨人。あら、すっごく小さいわね。あれ、でもなんか忘れているような。霊夢。私まで巻き添え食らったぞー。仲良くしようね、マリサ。絶対に嫌じゃわかりづらいわね。ゆかり、明るくする方法ないのかしら。残念ながらありません。ですが、松明がかけられていますし、それに沿っていけばいいのではないでしょうか。まるで地下迷宮のようなところじゃねえか。皆の衆、こういうところは何かしらのトラップが仕掛けられていることが多い。特に城内では外部の敵の侵攻を防ぐために、こういった侵入されるとするルートに徹底したトラップを仕掛けているだろう。トラップに当たらないようにしなくちゃならないわね。こんなところにも絵画が。パンジー姫のお父様はよほどの絵画マニアなのでしょうか。城内に至らず、地下にまで飾ってあるなんて。これはウェン・デルガーの封じられた魔法、ですって。そしてその横には、サモン・デルター卿の日誌、という絵まであります。まだまだ絵がたくさんありますよ、上海。でも絵じゃなくて、音を発した怪物を探さなくてはなりませんよね。この時、私は迂闊に飾ってあったデルガーの呪われた作品、やりきれない後悔、という作品に手を当ててしまいました。すると私の体が、絵の中へ吸い込まれてしまうのです。